For flame. おや、何か聞こえたような気がしたが、気のせいか。どういう始まり方なんだろうね、この配信はね、毎回ね。そんなこんなでやっていきます。ハピネスタークのハピネスです。ソーティー攻略、やっていきたいと思います。日付が変わる2分前となってしまいましたが、まあ、なんとかギリギリ。まあ、ソーティーのね、更新は、ちょっとごめん。ヘッドホンが変な絡み方してる。ソーティーはね、そんな、あれなんでね。毎日日本だと夜中の2時更新なので、ウィンタータイムは、まあなのでね、その辺はあまり気にしてないんですが、できれば日中にやりたいよね。はい、そんな感じから始まりますが、今マイク調整中です。少々お待ちを。準備したつもりなんだけど、ちょうどいい塩梅ではなかった。はい、というわけで今日はタイトルにあります通りですね、こちら、プリズマグリーンロック、まあ、まさかの俺のお運ぶ機にもう一個フォーマーを刺してしまいましたよ。ほほほほほ、刺してしまいました。ね、7個ですね。晴れて7個になりました。すごいね。こんな刺すと思わなかったな。まあね、今日ケラデザイムがボスで来てて、物理攻撃耐性なんでちょっとめんどくさいなと思うので、まあ、プリズマグリーンロックの発射速度を上げてね、うん、ガスガス行こうかなというところです。で、さらにですね、こちら、近接武器にはガラティンプライムを持っていきたいと思います。っていうのも、今なんかプライムリサージェンス、オベロンとネクロスプライムらしくて、あ、チョコロごめん、いいなと思って、そうそうそう、まあそれにあやかってね、ネクロスの、主武装である、なんだっけ、ガラティンプライム、こいつを使っていこうかなと思います。意外に利便性2でね、まあそこそこっていう感じなんですけれども、コンディションオーバーロードとか駆使しながらね、まあ、詳しい説明は後で、配信の終わり際にやりますので、まあ、そちらもね楽しみにしていただければと思います。今日は大丈夫だね、回線も安定しております。はい、そんなこんな、あー、レベナントどうしようかな。あ、そうそう、レベナントのなんか外装なんですかって、あ、しかもこれキャプチャー仕様のやつじゃん。レベナントの外装なんですかって聞かれたんで、ちょっと外装を今のところ映しておこうかなと思います。最近この外装でしかやってないと思うので、ちょっとねコメントは読んだんだけどね、あのどの動画にっていうのがちょっと確認できなかったんですけど、ちょまだできてないっていうところですね。まあ、ちょっと今日スタートゆっくりやらせてもらいます。うざっす。あ、そう、俺ね新しい技を覚えたの、こうなって打つと一気になしが出てくるんだよね。些細だが貴重な人生の時間を効率よく過ごすには、検索画面からなお入力だな。はい、こういうこと言ってると冒頭から滑り倒してますねお兄さんって言われるんだよね。ですね、今日はですね、どうしようかな、まあ、特にこだわりはないんですけど、まあ普通に、あ、じゃあウォークライで行こうか。昨日のウォークライを使いましょう。ウォークライで、その、ガラティンプライムを振り回しましょう。で、レベナントの外装なんですが、レベナント、ダルゲンヘルメットです。これ、天皇剣ですね。はい。で、メフィストスキンです。これはデラックス仕様ですね。シャンダナつけないと、もっこりする感じですね。で、あと、あ、胸ね、胸がね。何かと言ってこないとね、誤解を招く可能性があるんで。で、プロトビルチェストアーマー、これ新作ですね、新作のアーマーです。これ成長する外装なんですけど、まだ俺はそれをやってません。うん、時間ある時やろうかなと思ってて、あの武器のレベル上げ先やってたんで、これはちょっと後でいいかなと思って、で武器のレベル上げ今日終わったんで、まあ、ゆっくりそれをやっていこうかなと思ってます。はい、で、まあ、レベル上げ終わったっていうのはフォーマー育成前ね、手に入れて最初のレベル上げが終わったよって、まあものによってはフォーマー育成も始まってるけど、まあそんな感じです。で、あと、フェメラもプロボビルシャンダナでございます。はい、こちらですね、かっこいいですね。これも成長するんですが、まあ、これはもう終わります。
はい、まあ、2回変形するって書いてあるから文字なんかあんのかなと思うけど。で、まあ、ちょっとその辺詳しく分かってないんだけどね、俺。で、あとシャンダナですね。シャンダナ今紹介してないよね。シャンダナもプロボです。これ新しいやつで固めてます。まあカラーリングは、まあ、見た感じ、黒と赤のヴィラン系カラーで収めてますね。まあ単純に外装は、その自分のウォーフレームカラーをコピーしただけですけれども、うん、そんな感じになっております。はい、これで大丈夫かな。まあちょっとね、コメント読んでみて、あ、この動画にもらったコメントだったんだって思ったら、それもね、改めてご返信か、何かの形で紹介できるようにしたいと思います。で、ちなみに、この外装なんですけれども、ですね、どれだったっけ？あ、これですね。これです。はい。チェストアーマーセットとかのやつですね。まあ、これ、セットで売ってるので、こっちで買った方がお得かな。そうだね。200、300。あ、同じですね。こっちの方が高いんじゃないのこれ。あ、エフェメラも入ってるんだ。そう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 。お得に買えますよパックですね。まあ、さらにお得なパックもあったりするんですけれども、まあ、そんな感じですね。このアーマーとかは。はい。じゃあ、早速、装丁いきましょうか。今日はね、機能防衛と吸湿、抹殺ですね。まあ、抹殺、物理攻撃耐性でよかったなって感じ。物理、属性で来ちゃうと、時間かかるんでね。ちょっと待ってねー。よし !OK! まぁちょっとね、根気かな。根気って何って感じだけど、ケラちゃんとの付き合いが長くなる可能性もなきにしもあらずということで、いきましょう。まあ属性通用してくれればね、問題ないです。で、まあ今回なんだかんだ言ってメインはガラティンなので、はい、こんな感じでね、ガラティンはね、今日コンボカウンター重視なので、で、デクスタリティって書いてあるんですけれども、タイトルに、ガラティンプライムとデクスタリティで遊ぶっていうタイトルなんだけど、デクスタリティっていうのは、プライマリに入っているアルケインです。そいつを入れると 7.5 秒コンボ持続時間が伸びますので、このガラティンプライム、コンボ持続時間のモッド一切入ってないんですけれども、実はね、コンボ持続時間を維持することができてしまうという感じの魅力的な仕様になっております。こんな感じでね、そう、7秒って結構長いんでね、ありがたい話です。よし、じゃあ防衛していきましょう。放射線障害とかじゃなくてよかったよ。オッケーオッケーオッケー。あっ、でね、言うて、じゃあそのデクスタリティ用なのかと言われると、まあそうでもなくて、プリズマグリーノットはね、非常に強力な火力を誇っております。ただし俺はいつもね、ハンターミニションズとかね、感染ダメージオア腐食炎とかで使うことが多いんですけれども、あ、ごめん、俺 PC 画面見てやってるからちょっとラグがあるかもしれない、これ。ちょっと避けられた、言い訳をさせて。で、なんだっけ、そう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 、今日はね、放射線ダメージで来ているので、まあ、ちょっと一撃の火力が低いように見えるかもしれない、うん、いつもと比べるとね。なので、まあメインはね、もちろんガラティンプライムなので、まあ、それも見越してって感じですね。ちなみにレベナントね、1番で仲間になってるやつに攻撃してもコンボカウンターが上がらないので、まあそれがね、レベナントの一番のデメリットかなって感じです。ただね、ウォークライのおかげで振りがクソほど速いので、非常に、これ攻撃速度も上げて、これですね。そう、上げて、さらにウォークライでも上がってるって感じなので、広いです。あ、広いだ、速いです。で、攻撃回も広いよ、みたいなね。まあ、ガラティン基本的に切断が強くて、で、今日感染ダメージで持ってきてるんで、一回触れて、いい感じに状態異常が入ってしまうと、敵もゴリゴリ倒すことが可能であると。いう感じの仕様になってますね。とても魅力的でございます。ガンガンいきましょう。そう、言うてみても 7.5 秒って結構こう敵が途切れると、合わせてコンボカウンターも途切れるみたいな感じなので、本当にふざけてんな、コンソール。いや、エイムグライドするだけで落とすんだよね、これ。マジでこの仕様がちょっとやだ。よしよしよし、 OKOKOK、まあ、しょうがないんだけどね、俺がセカンダリを持ってくればいいだけの話なんだけど、エイムグライドをすると落としちゃうんだよね。こんな感じでスーッつって、ほら、そう、これね、最近の悩み、
癖でやっちゃうんだよね、分かってるのに分かってるのにエイムグライドした方が早いよなと思ってね、手癖でやっちゃうんだよね。手拍子でポーンってエイムグライドはい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 って出てきちゃうんだよねまあ慣れましょう、ここはね。慣れ慣れんな、慣れ慣れんな、慣れ慣れしいな。グリニアアタック、頭がグリニア、頭がグリニア、頭がグリニア、うぱーうぱー、余裕ですね。よし、ガルティンプライムのおかげ、おかげ、いいですね。そう、今日はね、でもガルティンプライム売りつけてんだみたいな、そういうことじゃなくて、ガルティンプライムを取ろうかどうか迷っている人に、ガルティンプライムのその底力、ポテンシャルをちょっとね、お伝えできればと思って今日はあえて使ってます。前者の意図は全くありません。そういうやつ嫌いなんだよ俺はてか自慢とかそれ意味が分かんないよねみんなだって時間かければ手に入るでしょみたいな、そんな感じですよね。俺も何年かけて全部の武器集めてんだろうな。いやでもつい最近ですよ本当。いやなんかそれこそ更新されるからっていうのもあるけど、武器がね常に、それでも集めたのは本当につい最近ですね。本当にこれはマジで、そう、お世辞でも何でもなく、綺麗事を言おうと思うわけでもなく、だってそのくせ俺はアルケイン持ってないからね全然ダメだろって思うのも分かってるんだけど、アルケインに対してのモチベーションがいまいち上がらないという人種なので俺は。いやもうあるのはあればある、もうこれ何度も言ってるけど、いつも俺のね動画を見てくれてる人だったらまたその話ねって思うと思うけど、でも本当にねモチベーションが上がらないんだよね。あと時間がない。そう、まあ、毎日コツコツやればいいんだけど、それだったら今は新たな対戦の初見実況動画とかね、新たな対戦関連の動画作りたいしなとか、そっちが優先になっちゃうんだよね。まあでもね、良くないのが、良くないっていうか、まあいいんだけど、なまじ、アルケインってライトユーザー向け、ライトユーザー、ミドルユーザー向けのアイテムじゃないし、本当になくてもどうにでもなるっていう。まあ現に鋼の道のりも全部終わってるしね。まあだからあれって結構、その遊びがかなり深まりますよねっていうところだと、俺はね、勝手に捉えてるので、まあ、もちろんアルケインやった方がね最大値が出るんで面白いっていうのもあるし、まあそういった意味で解説できるように今もう集めるようにしてるけど、これ俺ソロでやってたらマジで集めてないと思うんだよね。ソロっていうのは趣味でやってたら、そう、なんか全然いらないって思ってしまうんだよね。思ってしまってたはず、今はそんなことないけど、集めようって躍起になってるけどね。だからそのうち配信でね、そういうのはみんなでアルケイン集めよう会はね予定してたりしますね。OK です。そんなこんなで終わりました。ちょっと気だぼえダメ、いろいろ語ってたらダメージ受けすぎましたけれども、まあガラティンでね敵をしのけられないみたいなことはないので、言うて敵アーマー増強だったもんね。まあ切断がね、その走行値ムシムシですよみたいな、走行値無視してね、あらゆる勢力に対して火力を上げてくれるので、まあ非常にリンかなってますね。しかも1回の大くらいの発動から常に放ち続けたっていうね、切れることなく、さすが増強もその力でございます。まあ敵が弱ければ弱いほどね、大くらいの持続時間は上がると言っても過言ではないので、よし、それでは出ましょう。さてさて、まだまだね、ここのぐらいのレベルだったらガラティンプライムはね、その良さを発揮する以前に敵がゴリゴリ死んでしまうのでね、まあ、ここから先のエンドコンテンツでもなかなか通用しますよっていうのがやっぱりガラティンの魅力の一つだったりもするので、ガラティンプライムか、そう、まあ、先日あれだよね、ガラティンで遊んでみたみたいな配信もやったけど、まあその時にもガラティンっていいですよねっていう話できたと思うんだけど、まあそれの完全上位互換なので、まあ扱い方はおおむね方向性は一緒かなとは思いますね。まあただやっぱりね、ガラティンプライム自体がすっごい人気なんで、そう、こいつの武器自体がね、まあなので欲しいって思う人はね、能力関係なく欲しいと思う人は結構いるようなイメージがありますね。そう、当時なんだろうな、ネクロスプライムもそうだったけど、その配布されてた当時とかね、まあ俺その時ってそのウォンフレームのよし、あ、よしあしっていうか右左か何も分かんなかったのよ。いや本当マジでね、何も知らんなお前ウォーフレームのことみたいな感じだったんだけど、
まあそれの時でもやっぱりね、そのまあ動画を投稿してたから、その常連リスナーの方とかね、そういう人たちに、いやね、クロスプライムいいですよねっていう人もいたし、なんか一緒に分隊組んで生配信とかでやる時も、もう絶対にね、クロスプライムを選んでるみたいなね、人もやっぱりいたから、まあ結構人気なんだよね。それに対してなんかね、まあ俺の身の回りの環境の話ね、これは。あの実際世間でそう、オーフレーム界の世間でそう言われてるとかじゃなくて、なんかね、オベオンプライムはね、なんかそんなんだったんだよね。いやでもね、俺はかっこいいと思うんだけど、なんかちょっと頭が大きいとか、なんかそういう話をよく聞いてたんで、なんかどうしてもその自分の体験談っていうのかな、まあ、体験談をこう加味して考えると、やっぱりネクロスプライムの方が、あ、やべ、知った、やっぱネクロスプライムの方が人気なのかなっていうのはちょっとあるんですよね。ちょっとごめんなさい、ウォークラインを放たないでガラティンを使います。そう、あのウォークライン放っちゃうと攻撃速度がわからないんで、これ攻撃速度プラス 40% です。うん、クイッキニングをつけてるんでね、 40% でこの速度です。はい、まあ、実際に、最低限このぐらいついてても大丈夫だよっていうのは後で構築するので、まあ、今日使いはしないけど、うん、最低限このぐらいあれば、あのガラティンだろうとガラティンプライムだろうと大丈夫かなっていうのはあります。ただね、やっぱ欲しいのはね、あのブラッドラッシュとかウィーピングワンズは、まあ、ダイモス進出したらね、まあ、その辺りでもうちょっと収集は頑張ってみてほしいかなとは思いますね。今日は放射線放射線してるね、だいぶステージが。いつも何も放射線放射線してない場合もあるけど、で特にこのクレービングワイルドウィンドっていうスタンスがめちゃくちゃ強いです。これね、あのダメージの補正値がめちゃくちゃ高いので、あの単純に敵に対しての火力が本当半端ない。超強いですこれ。でさらに範囲を上げてるので、そのおかげで、あの広範囲の敵をね、一気に殲滅することができるっていう、こんな感じで両端にいても全然大丈夫みたいな、まあ、そういう状況がやっぱり作り上げられてるんですよね。うん、これはね、やっぱりね、あの耐久ミッションとか、その複数体を相手にする上でかなりおすすめな感じかなっていうやつですね、ガラ君は。そう、12倍とかいくとね、こうやってあのブラッドラッシュつけてますけれども、オレンジクリームもバンバン出てくれるしね。だ建設オンリーでなんかその解決しようみたいな、どうこうしようみたいなのも全然できちゃう感じです。こいつあれですけれども、ワーデンですけれども、まあ、こんな感じでね、あっという間にで感染切断なので、まあそのおかげでさらにね、ダメージは跳ね上がるみたいな、こんな感じでヘルスがね、ガス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 減ってって、もう途中から攻撃しなくったってこっちの勝ちなんじゃないのみたいな。そんな感じなんですよね。でこれにさらにライノとかの火力バフとかかけると、また一段と強くなりますよみたいな、そんな感じなんですよね。あ、いいですね。ちょノックスにもかましてってみましょうか。はい、まあ、このスピードですよ。やっぱりね、切断も入ってるんで、そう、そう、もう攻撃し続けるだけで倒せるという感じですね。いいですね。ちょっとだかーちゃーだかーちゃーだかー、これ敵全滅させていかなきゃめんどくさいやつかな。じゃあやっていきますか。ガラティンプライムの強さ見ていくかい。よし、途中でちょっとなんかもううわーってなったら、わーってウォークライン放とう。死にすぎでは、お姉さん死にすぎ、お姉さん。オッケーオッケー、じゃあ仲間増やしていこう。タゲをちょっと外させてあげましょう。はいはいはい、ナチュタレがついてるもんだから早いですね。よし、このまま帰りましょうか。じゃあ倒れたら復活。あ、今日正面玄関から出なかったけど、まあ正面玄関みたいなもんだけどね。ちょ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 、あ、いいですね。またノックス、ノックス相手に攻撃だ。まあ実際ね、これはね、本当はプリズマグリーンブック出た方が早い。放射線にしてるし、逆にね。そう、弱点属性で来てたりするから。よし、あー、ちょっと放射線に入れたけど、もう行っちゃうか、ガンガン行っちゃいましょう、このままね。まあなので、こうやってね、まあソーティーは十分エンドコンテンツですけれども、あのエンドコンテンツ、ソーティーというね、エンドコンテンツに通用させることができる武器の一つ、ガラティンプライム、ぜひね、あの今回のプライムリサージェンスに一緒に出てるはずなので、そう、ネクロスプライムと一緒に来てるやつなんでね。そうそうそう、なので機会があったら配信してみてほしいなと思いますね。
オッケーです。パパパパパパグラニア、グリニアマニックさん、あんためんどくさいから早く来ないと私帰っちゃうわよ。いい、ほんと使いやすいんだよこのスタンス。やばいですね、すべてのスタンスがこうあるべきみたいな、スタンスの鏡ですね。強引なこと言ってるけど、よいしょ、オッケー。じゃあ帰りましょうか。なんか防衛対象は死にかけてますけれども、ダウンしたところでもはや 60m 先。オッケー。お、もうちょっとで止まるな。このエフェメラチャレンジって2回変形するっていうのは2回目があんのかな。全然調べてるとかもしてないからさ、溜まったらいいなーぐらいで。そう、今普通のゼヌリクレンズだけど、レベル上げた時はグレイターレンズじゃねえや、エイドロンレンズ使ってるので結構ポコポコ上がるんだけど、だから今日にでも、あ、上限が頭天井にならなければ今日にでも終わるかなって感じだったんだけど、まあ明日明後日には終わるでしょうというところでね、ちょっと楽しみなんですよね。なかなか今夜新しいですよね。なんか成長する外装品ってなんかあったっけ。シジルはあったよね、ストラタエンブレムとか、なんかなんだっけ、なんかシジルでさ、なんかミッションクリアするとね、機械の判断とか、なんかミッションクリアするともらえて、シジルが何回か成長するみたいな、なんかそんなのありましたよね。懐かしいな、その話題で盛り上がってた時期。よし、磁気ダメージでいこう。磁気ダメージ持ってかねえけど、磁気磁気でいこう。磁気磁気に磁気ダメージ持って磁気がいきます。ね、なんか最近ボスラッシュだね、ずっとクリルとかクリルとかクリルとかジャッカルとか、まあ、このぐらいの頻度で多分ボス来てると思うんですけど、忘れた頃にケラデザイム、お、あんたもボスでしたねみたいな、そんな感じで来ますよね。てか1年を通してやってるけど、あの2019年も毎日365日ソーティーやったんだけど、あの時もねケラが一番来なかったんだよね。そ、なんか知らんけどギミックがめんどくさいからなのか何なのか分かんないけど、あんまり来ないんだよねこいつ。なんだろうね、なんかあんのかな。よし、で今日プリズマグリーンロックは、発射速度をクソほど上げてるので、まあ、ちょっとケラさんに浴びせていこうかなと。まあでもそんなね、かなりスピーディーに倒すって感じではないかもしれない、場合によっちゃ、はい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 、 OK、 まあこんな感じの強さはあるので大丈夫だと思います。まあ言うてね、あの物理攻撃耐性はねそんなにあの苦労はしないんで、属性攻撃耐性と対比的な話ですけれども、相対的に見て属性攻撃耐性はそんな難しくない、あ、じゃあじゃあ物理攻撃耐性はそんなに難しくない、属性攻撃耐性の方が最悪長い。そう、もうね属性が通じないっていうだけでねダメージが通らないんだよね。おおおお、そう、あのねプリズマグリーンロックで来たのは玉持ちがいいの、まあ俺のお箱だっていうのもあるけど玉持ちがいいのと、あと発射速度上げてきたのはあれ、あのギミック解かなきゃいけないからそれがめんどくさいね。あ、やばい、 OK、 はい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 、お疲れっす。 OK、 着いた、はい、よい、いいですね、いいですね、僕らにも使ってこ、ボールなんて嫌い、ボールにいい思い出がない、小学生の頃顔面にヒュードシーンつって当たったあの日の思い出が蘇るから、ドン、だから俺はバトルロワイヤル、こういったコロシアムでの戦いが生きがいなんだ。おい、オッケー、来い、そうかかってこい、おい、オッケー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 、よしよ、あ、いいね、いいぞいいぞ、はい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 、20発どんどん打ち込んでく、いいですね、あいつにそのシールド吹っ飛ばしはあのあれでガラティンでだから磁気ダメージでもいいかなって行く前に磁気磁気に思ったんだけど、まあ磁気ダメージさんにね磁気磁気に出てもらうのも、まあ、それはなんかちょっと時代が違うかなっていう感じでしたね。ミッサーズ、よし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 、任しとけ、よしよしよし、4位このレベナントに任しとき、全部僕にね任しとき、はい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 、
今日はスピード重視だよ寄ってらっしゃい見てらっしゃいスピード重視のレベナントだよ。プリズマグリーンロックは乱れ打ち、的が見える前から打っといてさっさとクリアすることを狙っているよ。オッケー。いやーこの武器ね本当に最高、本当に最高です。プリズマグリーンロック以上に好きなプライマリーが今んとこないっすこれ本当にこれ本当いや本当この武器が好きなんだよね、なんか知らんけど基本的に俺単発打ちの銃結構好きで、どんなゲームでもさ焦りすぎだろ、もっと落ち着いてゲームをしなさいよ。何をそんな行き急いでんだお前はみたいなね。あちょ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 、リカバリーリカバリーリカバリー、おいそんなバカな、はいはいはい、急げ急げ、じゃあよし、あさっきの繰り返しですね。であのレベナントはメスマースキンがあるのであいつの攻撃は食らいません受けないっていうね追いかける、お前のシールドが吹っ飛ぶまでは俺はしつこく付きまとうよ。なんかこの人ついてくるよっていう感じに、あの嫌ってもらいます俺のことあいつなんかついてくるよって、どこに立ってるんだね、どこに立とうというのだね。あれ引きません、これレベナントの強さなんです、ボス戦の。えどこ、そこか、何掴んでんのつらいみたいになってたね、めっちゃ飛ばしてたはい、手数で攻める日、今日はなんだなんか止まってますけどスラックがスラック弾みたいな止まってる。これこんなドアップで見れるのもなかなかないよね。このこれなんだっけ、なんかに似てるな、早く、ああやべまだあったかもう終わりだと思ってた。そうこんだけ撃っても414発あるので、そう弾持ちがいいんですよね。でさらに今はプライマリーマーシレスがあるでしょ、まああれのおかげでね、あれよしよしさんがゲームをあなたに招待したどういうこと間違えたのかな、ごめん俺今キャラデザインとデート中だわ、ごめんごめん、そうキャラとデートしてんだ今、こいつがあれ買ってこれ買ってうるさいからガラティンプライムとプリズマグリーンロックで蹂躙してやろうって、てめえで買えっつって彼女に優しくない彼氏になろうかと思って、彼氏に優しくないレベナント、あ違う違う、彼女に優しくないレベナントになろうかなと思って、そうあれかもしんない、なんだっけ、アーセナルで武装セットのところにドキュンって名前つけてカテゴリーセットするかもしれない、そのうち。なんでボール復活したん、何を浮気あいあいとお前やろうとしてんの、お前と遊ぶ気はないよ、俺落ちた、あ落ちたか一回だから来たのか、なんかグリンギアの声が聞こえるな、ちょっと気が狂う、気が狂うじゃない、手元が狂う、気も狂うし手元も狂う、気はもともと狂ってる感じだけど、よし、オッケー、早めに終わりましたね。これ持って帰ってもらっていいですか、このなんか攻撃みたいで怖いっす。チーズ、さあもうクライ、ドン速化しちゃったね。しちゃったでしょ、ドン速化。どうだい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 。はい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 。ガラキンがあんま効かない。はっ。遅っ。って足首をくじいたみたいな感じだったな。疲れお疲れ。ちょ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 落ちた、ちょっと落ちないで、そういうの時間かかるから、しかもあんまりね時間かけすぎる、そっちあんま行ってほしくね、バグでね、バグでねあれなんですよ、この進行不能が発生する可能性があるんで、治ってんのかなああいうのって、もうあ聞きません、ご利用しちゃいます、よし OK、 さあ帰りましょう、お疲れ様でした。まあなかなかいいですね、このキャラ姉さんの戦いっぷりは映えますね、やっぱり戦場も込みで、こっちかな、こっちですね
めちゃくちゃアナウンスしてる。もう終わりでいいよ。キャラさん、やられたんだかやられてないんだかが分かんなかったね。お疲れ様でした。まあこんな感じで、まあ今日は物理攻撃耐性だったんであれなんですけれども、時間をかければですけれども、あのキャラに対してもおそらくガラティン1本で行くことは可能なのではないかなと。まあもちろん利点はないですけれどもね、あいつはあの空中に浮いたりというか壁に張り付いたりするので、大体のボスっていうのはそのセカンダリとかプライマリとか、まあ射撃武器も持ってるといいよみたいな連中が多いので、あんまり近接1本で行くっていう利点はもちろんないですが、まあ行くんだったらあのクリルみたいなやつ、前半プライマリとかで戦って後半あいつが燃え盛る火星のボスね、燃え盛るやつになったら、近接で叩くとか、まあ、そういうのはありかもしれないね。うん。すごいな、なんかだいぶ、あ、これはもうあれです、ファン目です。はい、すいません。今ちょっと配信中です。もう唯一のちょっとゲームプレイ時間でございます。はい、まあそんな感じでね、今日持ってった、レベナントの紹介、今日リベンも、あ、クバか、クバゲットしましたね。まあキャラ倒してクバ手に入れるのはなんかぽいね、いいですね。で今日持ってったそのレベナントに関しては、まあそんなに昨日と変わらないので、ベナト使ってた時と変わらないので、エネルギーサイフォンとパワードリフトで、あとオーガンシークレッツ、あとインテンシフィーですね。でさらにトランジエントフォーチュードで、あとナチュタレで発射速度を上げてます。でナローマインデッドとプライムドコンティニティで効果時間で、ストリームラインで、効率を上げといて、でエターナルウォーですね、アビリティの効果時間中に、ね、近接キルするとアビリティ効果時間が回復するってやつですね。まあエネルギーサイフォンとストリームラインってあんま相性良くないように見えるんだけど、これなんでか、なんで一緒につけてるかっていうと、俺がそういう性格だから。で、これ効果時間高めてるおかげでね、1番で仲間にした時間も、長いです。ただ防衛ミッションでね、移動系の今日みたいな機動防衛の時はこれ運用するときは注意しましょう。7体仲間になってる状態で向こうでやってもらってると、範囲離れると勝手にって仲間が死ぬみたいな感じではないので、次行った防衛先で仲間にできないで、もう天井7体まで仲間にしちゃってますよってなると、まあ結局自力で守んなきゃいけないみたいな状況も思われるので、まあその際は気をつけた方がいいかなって感じです。レベナント運用する際はね。でチャージ数13ですね。長押しでさ全員殺すみたいなのあればいいのにね。ないのかな。なかったはず。で、2番でメスマースキンですね。状態異常とダメージを無効化します。ああいうボス戦にも有効です。うん、アビリティ無効フィールドとかアビリティ無効攻撃をやってくるやつに対してめっぽう弱いです。なので急にレベナントはこれアダプテーションみたいなもんなんでね、ローリングガードとかで、これはねバルキアのやつですね。まあ威力と効果時間上げてるんでかなりステータスの上昇がいいですね。あとエターナルウォーの、キルごとの時間も、キルのごとの時間の増加も 4.53 秒と長いです。はい、まあ今日4番使ってないんでね、そんな感じでございますね。んで肝心のガラティンプライム最後にしようか。もったいブローもったいブローで殴ってこう。セルレーション、ダイルアクセラレーションで発射速度を上げると。マイナス 15% はね、ビビたるもんです。もうほぼほぼ。意味ないぐらいな感じです。完全に意味ないわけじゃないけど。で、あとハイボルテージと、サーマイトラウンズで放射線ダメージ。で、あとスプリットチャンパー、デッドリー、セキュエンスですね。はい、これクリ率。これはね、グリーンロックの増強モッドです。で、あとはバイタルセンス、ポイントストライク。クリ率、クリバイ率ですね。あとエクシラス枠に、ビジランテスプライズつけて弾薬のピックアップをしつつ、20% の確率でプライマリーの武器のクリティカル攻撃は上がります。でまあ今回のデクスタリティに関しては切り替え時間、武器の切り替え時間は関係ないですが、まあコンボ持続時間が長いよとか、近接でキルすると 60% ダメージが上がるよとか、まあそういう効果を運用してたって感じですね。まあ結構おまけでした今回は。別途ねデクスタリティにフォーカス当てた配信とかもあるので、まあ、機会があったらね、デクスタリティ、ハピネスとか、ソーティーとかで検索してくれると出るかな。はい、あとはね、クレイビングワイルドウィンドウつけて、プライムドリーチ、スマイトグリニア、クイッケニング、
これコンボカウント率と攻撃速度が上がります。これはねダークセクターのミッション繰り返しやってると確率でドロップするそうです。であとビリレントスコーチュ、ビショーズフロストで感染ダメージですね。あとサクリファイススティール、普通のトゥルースティールでも大丈夫です。であとコンディションオーバーロード、ブラッドラッシュ、まあこの辺はねあるとね上位互換系になるかな。うん、これのおかげでああいう火力がねめちゃくちゃ強そうな火力が出てたと。まあこれ繰りダメに変えてもいいんだけど、俺は今日勢力モッドで行ってました。で最低限これだけ欲しいなっていう構成としてはそうですね、こんな感じかな。プレッシャーポイントとか主軸のね CO とか刺さない感じ、クイッケリングあったらね欲しいね。あのねこれフューリーよりね上がりやすいんですよ、上がるんですよ攻撃速度が。まあこっちでもいい、ただこれも結構レアリティ高いからシータスで出るやつだけど、まあなかったらフューリーでも最悪大丈夫です。であとはまあ今日グリニア勢だったからこれでしょ。だとトゥルースティールですね。まあそうだな、別に無理してそのなんて言うんだろう、この60属性をつける必要はないんだけど、60属性があるんだったらまあこんな感じであると、まあ最低限こんぐらいあるとね、まあこれはあの攻撃速度モッド枠と考えてもらえればいいかな。まあこういう感じもあるよというところですね。あとまあコンボ持続時間を上げたいんだったらね、ナイトメアミッションとかクリアしてドリフティングコンタクトとかでもいいのかなと。まあただ60属性のモッドもねそこそこレアリティ高かったりするので、それが入んない場合はね、俺多分コストオーバーするような気もするけど、あ大丈夫かこれとあとノースウィンドとかね、まあこういう感じでもいいかな。これ基本形で火力が伸びやすいです。これ人気構成です。感染切断よりそう、これは人気の構成ですね。まああとは、これやんないんだったらまあ普通に、あまあいいか、ここまでやるとねちょっと俺止まんなくなるからまあいろいろと基本形はまあこういろいろあるけど、まあもちろんね敵の弱点属性に合わせる方が全然いい時もあるので、うん、むしろ俺はねそういう風にやることも多いし、こんな感じでね今回だったら、腐食ダメージグリニア勢に腐食ダメージ当てるとか、まあ放射線でも悪くないんだけど、まあそういうパターンもあるよというところですね。まあいろいろとねモッド持ってる持ってないの環境人それぞれあると思いますが、まあぜひね自分の環境と相談しながらねいろいろ構成してみてもいいかなと思います。ぶっちゃけこの構成でもソーティーをクリアしていけるんじゃないかなっていう、まあ敵を倒す速度はねもちろん程度の差がありますけれども、上位互換と比べるとそれでもねクリアできなくはないので、基本計算を抑えとけばっていうところはあると思います。ぜひね参考になればと思いますので、はい、ハビネスタグのハビネスでした。またお会いしましょう。バイバイ。